皆さんこんにちは、ケンです。マミです。愛知県の瀬戸市に来てます。今から、はい、愛知県で有名な雨沢峠というところに登りたいと思います、うん。ここは前回私が、フロントシングルでどの程度の勾配まで耐えれるかっていう動画があるんですけども、そこになります。なので私は2回目で、マミは初挑戦かつ、我々なかなか、特にこの子は全然仕事で乗れてないので、かなりきつい、峠だとは思いますが、いずれ2人で乗鞍、行きたいっていう目標もできましたので、今のうちに雨沢峠でちょっと練習、登りの練習をしておきたいと思います。大丈夫かな。今シーズン初めてのヒルクライムなんやけどかなりだね、猛暑の中本当乗れてないもんね、ロードバイクもちょっと紹介しますので、今日私は、前紹介したようにフロントシングル仕様、ほぼデュラエース組のこのスーパーシックスエボ、最近変えたことって言ったら、バーテープをブラックバーンの 3.1 ミリの、バーテープに変えたことぐらいですかね。あとはコンチネンタルグランプリ5000の 25C 入ってます。装備はこんな感じ。マミちゃんの自転車も、いじったとこ言うと、どこいじったかな、今グランプリ5000の 28C 入ってて、ホイールは、マビックの、軽量アルミホイール、シリウムプロチューブレス対応のやつですね。でバーテープとかこういうとこはピンクにスパカズで全部統一して、サドルね、サドルがね、変わったね、変わったっ。これになってからの初めてのヒルクライムやわ。あ、本当、っていう、今、最近紹介してないんですけど、自転車はこんな感じ。私は前回、フロントシングルでどこまで乗れるかってやったと思うんだけど、前回は3枚残しで、終わったんで、今回は4枚残しで、っていう目標を持って挑みたいと思います。日頃グラベルロード乗って鍛えてるから、ちょっと自分にも今期待はしてます。多分登れるんじゃないかと。頑張りましょう。じゃあ、11、28、これ以上は上げないっていう、なるほど、チャレンジをしたいと思います、はい。マミの目標はとりあえず完走かな。じゃあ完走、とできる限りケンさんについていく。了解、じゃあ早速走っていきたいと思います。うわ、お揃いです、はい、今年の衣装です。ラファとイルミックやね、イルミックね、これイルミックこれ大人気らしいですよ。早く買いに行った方がいいですよ。これね、気になると思うやん、ここに入ってたら、私全然気にならない。あ、本当。なんか体にめっちゃフィットしてるから。あ、そうなんや。ケンさんは筋肉がここモリモリやから、なんかちょっと僕ラファだけど違和感あるらしいけど、うん、私みたいな感じだったら大丈夫これ見て。ん？これどうしたのそれ。これね、スマホホルダーなんだけど、ブッシュ&ミューラーっていうドイツのメーカーなんだけど、リアルインターナショナルさんから今お借りしてます、で、これなんやけど、まだ国内に10個ぐらいしかないらしい。貴重やん。2020年モデルなんだけど、コロナの影響で、まだ入ってきてないらしい。なるほど。来年ぐらいにいっぱい入ってくると思うんだけど、貴重すごいなんかフィットしてていいね。いい感じよ。あとどこでもつけれるよこれ、こうやって緩めて、ステムでもハンドルでも、ほらネジに乗ってて、こうやって回すと、で、スマホいらない時とかこういうふうに外せて、それごと外せるから、そう今回の動画で、使ったんだけど、全然揺れもなく、音もせず、
なんか振動吸収されてそうな。そう、あのあとつけ、うん、これつけたままでもカタカタも全然ならなかったし、うんうん、なんかちょっとここでほら微妙に、そうで、これこういう風に、ね、おお、全然質が違え。そうなんや。いくらかわからないけど恐ろしい。これね、よかったら今まだお借りしてるんで、うん、今日もいっぱい使いたいと思います、うん、以上、商品レビューでした。急に急に始まる商品レビュー。まあ今日の目的はヒルクライムだけど、うん、スタート。え、これいきなり登るの？登る。え、もう登るしかないの？登るしかない。下りとかない？ない、ほぼない。怖っ。タイヤどう？地面に吸い付く感じがで走りやすい。コンチネンタル最強だな。うん、軽いね。軽い。信号を越えたらずっとまっすぐ。はい。ひたすら登る。はい。何キロあるの？わからん、忘れた。10キロ？わからん、忘れた。やめてもう。あんま考えたくないんで、そういうの。ペース配分があるやろが。あの、そんなん考えると疲れる。覚えてない。いや、そんなきつくないって。本当？俺はね。の敦賀のよく登ってた峠とどっちが？こっち断然きつい。でしょ？3倍ぐらいあるんじゃない？いや、マミーはきついかもしれん。毎日通勤はしてるけどね。あ、通勤、通勤してる足。ここまで緩やかやって。何パーぐらい？3パー？ね、2パー。なんか途中で橋が見えるやんって、うん、高速道路の下か分からんけど、うん、そこめっちゃきつい。そこの坂めっちゃきつい。それが 10% ぐらいあるの？ 10% 以上ある。マジか。ただ確か前の動画で言ったけど 20% 以上はないはず。 20% とか登ったことないからね。え、あるって一瞬でも。あるかな。やっぱ瀬戸ということで陶芸品が多いね。なあ、うん、そうやね、街並み楽しみながら行かんと。いや、この峠街並みとかないから。あ、そうな。もう山だからもうあれや、山並み楽しみながら行かんと家なくなるから。で、これ越えて岐阜県に入る。この峠越えて、うん、多治見市、うん、勾配 7% をアウターで登る女。え、今 7% もあった？ 7% ぐらいアウターで登る女ちょっと重たいな。インナーにせ。そうそう、ここら辺がきつい。ここら辺がこれ 9% って書いてあるやろ。そうなんや。ここ一気にきつくなる、うん、ここでまた 9%、10% ぐらいある。あー、やば。ああ、ここ何この坂。こんにちは。やべえ、ここやばいね。ちょっと待って。暑い。ここ越えればまた緩やかになるから、ここだけインナーローに入りました。暑いよ。暑いね。やば。そのまま走ってない。うん。
そのまま走ってね。あかん、ここダメだ。あ、きついここ。え？ここきついで。きついよ。そのまま安定して走ってね。飛ぶ。プールにいきなり入った時みたい。俺も。おお。気持ちいい。気持ちいい気持ちいい。ああ。涼しい。私も油断してると熱中症になりそうです。走行中はやっぱマスク外した方が今の時期はいいですね。皆さんもコロナも注意していただきたいんですけど、熱中症にも注意してください。追いついたよ、追いついたよ。もうちょいしたら少し下りある。本当でまた登るけど、ここでもう7割ぐらい来てる。うん、よし、水かけたろうか。ほら下り来たぜ、下り。あ、水飲みた。かかった。いい感じ。うん。オッケー。こう下り。うん。下り。ふう。32度。32度やって。乗鞍登れんから、うん、ここの雨沢峠っていう。うん、まあもうちょっとでゴールするけど、うん、そういうとこで鍛えてから行かないと無理無理無理、乗り鞍で死んじゃうと。うん、いや、だから順序は守ってるよ。そうやな。ああ、これできついって言われてたらやっぱり乗り鞍なんか絶対いけないもん。富士ヒルクライムも出れんし、なんなら伊吹山もきついよもう。うん、だからこうやってサポートしてるやんか。そうよ、頑張って。一緒に乗りくらい行くんでしょ。頑張ってるけどさ。一緒に乗りくらい行くんでしょ。うん、カツを入れろ。はい、でもまだある。うん、あ、ちなみに、うん、ちなみに、はい、もうちょっとでゴール。はい、もうちょっとは本当のちょっとな。はい、もう数百メートルや。本当ですか。本当、待機してるわ。うん、分かった。研鑽スプリント発動。じゃあ 8.8 キロ332メートル登りました。まあそんなもんや。あ、出た出た、スプリント、スプリントもどき。はい、ゴール。335メートル登って、まあ、タイム40分ぐらい。しんどかった。いや、これあれだよ、まあ、そんな言うて、そう、伊吹山ヒルクライムは多分これの2倍ぐらい。で、3枚残った。え、なんかこの人 3枚残ったとかバカ言ってるんだけど。意味が分からんね、3枚残る。最後3枚残った。最後って1回も使ってないってこと。いや、使ってたやろ。使ったやろ。意味が使ったけど、最後3枚残したとかなんかよく分からんこと言い出して。結局全部使ってるやないか。使ったけどさ。いや、でも程よくない。まあ言うと初心者から中級者向けぐらい。ただこの時期だと初心者はきついかも。
まあでも今日はこれでもう降りよう。本当はあの岐阜まで行って2回ぐらいここ登りたかったけど往復で無理でしょ。今日はこれぐらいでしといて、次回は1往復できるように鍛えてください。自転車通勤もちょっと遠回りして鍛えたら、あのね、あれ意味ないわ、あんまり意味ないって言うな、平坦やん。自転車の重さはかなり感じるけど、まあ、そうだね。あとほらずっと動き回っとる仕事やから体力ついとると思っとったけど、なんか暑さで汗かいてるだけで普段別にそんな体力使ってないわ意味が、水持ってきてってことが分かった。水重要よ。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。何が？スプリント。うん、上りの。自分はね。